おはようございます。ウェザーニュースの鈴木里奈です。今日1月29日月曜日の全国の天気をお伝えします。まずは西日本です。日本海側は山陰や近畿の北部を中心に雪が降ったり止んだりします。太平洋側のエリアは日差しが届くところが多くなりますが、にわか雪となるところがありそうです。日差しのぬくもりがあっても北風が冷たく、今日も防寒が必須の一日となります。次に東日本です。北陸は雪が降ったり止んだりして、吹雪による視界不良や積雪の急増にお気をつけください。雷や突風の恐れもあります。関東や甲信、東海のエリアは日差しが届きますが、こちらもにわか雪の可能性があります。引き続き厳しい寒さとなるので暖かくしてお過ごしください。最後に北日本です。日本海側のエリアは雪が降りやすく、吹雪で見通しが悪くなることがあります。道東のエリアは日差しが戻ってきそうです。東北は太平洋側のエリアは晴れますが、時々雪雲が流れ込んでくることがあるので空の変化に注意が必要です。今日昼間も気温が上がらず、寒さは昨日以上となりそうです。暖かくしてお過ごしください。以上、全国の天気をお伝えしました。それでは今日も元気にいってらっしゃい。